競技選手権大会ロードレースの開会を宣言します。選手の皆さん、日頃の力を発揮して頑張ってください。第78回全日本アマチュア自転車競技選手権大会ロードレース、昨年度の優勝の選手、それではここで今回エントリーしている選手ご紹介していきたいと思います。なお昨年度の1位から10位まで入賞の選手、この U23 この大会のみならず明日のエリートにもエントリー選手、している選手がおります。従いまして、この U23 でエントリーしている選手の中で昨年度の入賞の実績、10位までの入賞経験を持っている選手2名をご紹介したいと思います。まず、ナンバーカードは53番、京都産業大学中村健太、昨年度4位の入賞でございます。そして、ナンバーカード9番、宇都宮フリッツェン中山隆史、スタートまであと5分となりました。それではスタートスタンバイをお願いいたします。それではまだ5分ありますので、昨年度入賞のお二人の選手にスタート時点では皆さんを代表してということでお話を伺いたいと思います。まず中村健太選手、意気込みを一つ。この日のためにやってきたんで、もう全部出し切っていい結果を出したいです。仕上がり上々ですか？9割。頑張ってください。そして中山選手、昨年度とはユニフォームも気持ちも新たになりました。意気込みを一つお願いします。まあ、8に行きます。もちろん優勝宣言ということでよろしいですね？仕上がり上々ですか？9割です頑張ってください。ありがとうございます。1周目、澤田君独走。Thank you.